名古屋都心部名古屋証券取引所グレーター名古屋イニシアティブとは、域内の産業経済を、より世界にオープンなものとして、世界から優れた企業、技術、人、情報を呼び込むことを目的とし、グレーター名古屋という統一ブランドのもと、行政、産業界、大学、研究機関など官民が一体となって行う、プロモーション活動、企業誘致活動、略称、GNI、 日本初のモデルプロジェクトとして行われている。他には、グレーターワシントンイニシアティブ、グレーターロンドンイニシアティブなどがある。中部計算局長だった細川正彦が、グレーター名古屋イニシアティブ構想を提言したことから始まった。東京、大阪に並ぶ三大都市圏の中枢都市である名古屋を中心に半径8 0トルから1 0 0トルを想定。ほぼ、 中京工業地帯に重なる。自動車、航空宇宙、鉄道車用、工作機械、電子機器などの多岐にわたる産業集積が国内で最も高い地域であり、交通インフラも国際空港の中部国際空港、スーパー中枢港湾の名古屋港、中日本の交通の要衝である名古屋駅、アジアハイウェイ一号線の東名高速道路、名神高速道路や大動脈の 伊勢湾岸自動車道など高度に整備されており、日本の貿易黒字の大部分を稼ぎ出す地域でもある。経済産業省中部経済産業局の局長、細川正彦を中心に2004年7月にスタートした。域内の産業界、行政機関などで構成されるグレーター名古屋イニシアティブセンターが推進母体。他には中部経済産業局、 クレーター名古屋イニシアティブ室など、連携機関3県22市10商工会議所1経済団体連合会。主な資金支援等は経済産業省と日本貿易振興機構が連携して行う。趣旨に賛同する海外企業との提携に関心のある組織で作る GNI パートナーズクラブのメンバーは360組織に上る。ありがとうございます。